当規制当規制は、中華民国の社会学者、政治学者、法学者、政治家。当初は、中国共産党に属したが、後に、中国国民党に転向する。また、王朝名に随従して、日本との和平工作に従事したが、王朝名政権成立直前に離脱したことでも、知られる。名は、ソだが、一般には、字の規制で知られる。 河南省立第一中学部省外国語専門学校を経て、1914年に国立北京大学余科に入学する。1918年同大学放課に転じ、1922年に卒業した。卒業後は暗記省立法制専門学校の教員となり、1924年には上海商務院所管の編集に転じた。この年に、 当期生は、中国共産党に加入している。その後、私立上海大学教授、上海学生連合会顧問、独立青年主編などを務めた。1927年はじめに、中央軍校部官文校中校政治教官、軍校政治部秘書、私立武将中華大学法律教授、武漢国民政府中央共同志軍法所長等に任ぜられる。 同年7月、第一次国境合作の崩壊を受けて、党は共産党を離党し、中国国民党に転じた。そして、国民革命軍総西部秘書どころ、少将所長兼宣伝省長、東軍日報社長に任ぜられている。翌年、南京中央軍港少将政治、総教関係訓練課長等に移った。1929年からは、 私立上海副担大学、国立木南大学、私立中国工学、国立中央大学で教鞭を取る。1931年、国立北京大学教授に任命された。1929年から1935年にかけて、食家半月間の主編となっている。1937年8月、陶期生は国防参議会参議員に任ぜられ。 日中戦争勃発後は、武漢で、芸文研究会を組織し、その主任となった。翌年6月、第1期国民賛成会賛成員に任ぜられたが、間もなく王朝名に随従して、ハノイへ脱出し、日本との和平工作に従事することになる。1939年9月、大派の国民党で、中央常務委員会委員権中央宣伝部部長に任ぜられた。 しかし1940年1月、日本側の和平条件の厳しさに不満を抱いた党は、公務ネタケと共に、香港へ逃亡し、大広報市場にて、和平条件である日下新関係調整要項を暴露したのである。これは、オーラに対して、強烈な政治的打撃となった。しかし同年に行われた切り工作により、過酷な和平条件は緩和された。 1941年には、重慶に移り、軍事委員会委員長自重室、第二章、第五組、少将組長に任せられた。この時の陶器制は、小解析長とされる、中国の命運を実際に執筆し、さらに国民党を機関し、中央日報で総主室を務めている。戦後の1946年11月に、政権国民大会代表に当選し、 その翌年7月には、国民党中央宣伝部副部長に任せられた。また、立法院立法委員にも選出されている。1949年12月、台湾に逃れ、以後は、総統府国策顧問、国民党設計委員会主任委員、中央東部第四組、主任、革命実践研究院総講座などを歴任した。 1968年に退職し、当中央評議委員に改めて任せられる。1988年6月27日、台北市にて死去。去年90。ありがとうございます。